麦、竹内幸三。銭湯へ行く麦畑を通るオムレツ型の月、大きな傘を着て一人ぼっち熟れた麦、強く匂うかの女子の匂い、ちいちいと胸に泣くかの女子は言ってしまった、諦めておくれと言ってしまった。麦の方かみかみ、ちいちいと胸に泣く。夕焼け、赤い赤い四角い形が障子に落ちている。青い青い丸い葉が赤い空気に酔っている。ひらひらとコウモリが踊る。人は静かに戸を閉めて電気をつけて汁をすする。赤い明るい西の空も灰色に蝕まれる。そして黒くなってやがてダイヤモンドに明かりがつく。そして人は日記などつけて明かりを消し、一日が終わったと考えて神に感謝して祈る。叱られて、叱られて外へは出たが、我が家から夕げの煙と灯火の黄色い光に混ぜられた楽しい飯の音がする。強情張って悪かった。お腹が空いた。風も吹く。三日月さんも出てきたよ。謝りに行くのも恥ずかしい。さらさら木の葉の音がした。